皆様、こんばんは。今日のおやつはこちらで、キトカット抹茶味ですね。大人の甘さ、宇治抹茶、濃い抹茶、ビスケット練り込み、当社大人の甘さ抹茶との比較2倍しようってなってます。ということはいつものキットカットよりさらに抹茶の風味が立っているということですよね。紙になって本当に音が良くなりましたよね。キットカット12枚ください。パッケージも濃いです。濃いって書いてある。このパッケージに合わせてやりますね。では開けてみましょう。でしょうか。私あまり普段抹茶のお菓子を食べないので、このキットカットも普段がどんな味なのかが実は比較できないですが、食べてみますね。いただきます。まず割った方がいいのかな。割ってどうでしょう。すごい、まず食感が違いますね。このビスケット練り込みっていうのがすごく効いてて、これ割ったところでここの白いつぶつぶ、これが練り込んであるクッキーだと思うんですが、キットカットってもともとザクザクしてるのにさらにクッキーが入ってるので歯ごたえが増して、これは美味しいです。これいつものクランキーもビスケット練り込みしてほしいなと思いました。抹茶の濃さに関しては色を見たらわかるんですけど、そのキットカットの従来品よりはすごいお腹が鳴ってすいません。そう、
従来品よりは濃いのかもしれないんですけど、私はそこまで濃いなぁとは感じませんでした。もっと、ね、抹茶がすごく濃いのってもっと緑だし、なのでなんだろうな、多分食べやすくしてあるのかなぁと思います。あとは、大人の甘さとは書いてあるものの甘いです。抹茶の苦みもありつつ、すごく甘みもあって、なんでしょうね、難しいな。そう、抹茶のお菓子に全く詳しくないので、どうにも説明ができないんですけど、総括すると、ビスケット練り込みがとってもいいよっていうことでした。この紙パッケージのつるは、別の動画の通常バージョンのキットカットでリズル折ったので、そちらをね、もし折り鶴どんな感じで このパッケージが鶴になるのかって気になる方は概要欄に貼っておきますので、そちらをご覧ください。おやすみなさい。